方競馬、地方競馬探検隊。地方競馬の情報発信基地、クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの浅野康則です。正月開催の重賞ラッシュが終了いたしまして、ちょっと一息という気分にもなりがちなんですけれども、1月は月末に G1 の川崎記念が行われますし、それから各地では明け3歳馬によるレースも続いていきますからね、これからどんどんと楽しみが増してくるという時期になりますね。それからこの時期は各地で、ジョッキーによるシリーズ戦というものが行われる時期でもありまして、佐賀競馬場では M&K ジョッキーズカップ、そして川崎競馬場では佐々木武美カップ、来月になりますが園田競馬場ではゴールデンジョッキーズカップが行われることになります。それから今週は高知競馬場で全日本新人王増覇戦も行われました。楽しみなシリーズ、これから先どんどんと続いていきますね。それから万栄競馬では50勝単勝式が先週の土曜日から始まりましたね。私もちょっとやってみたんですけれども、これ結構奥が深いものでなかなかハマりそうな、そんな気配がありますね。こちらは地道に続けていきたいなと思っています。さあ、それではこのコーナーからスタートしましょう。クリック、先週の重賞ウィナー。まずは5日の火曜日から11日の月曜日までに行われた重賞レースの勝ち馬一覧をご覧いただきましょう。先週の重賞はご覧の通りです。それではウィナーをご紹介していきましょう。7日の木曜日、浦和競馬場ではニューイヤーカップが行われました。勝ったのは4番人気船橋のウィンクゴールド、道中は2番手で逃げたモエレクリューガーをがっちりとマーク、そして2周目の4コーナー付近で先頭に立ち、最後の直線では SK ガナールとの競り合いを制しました。本橋光太騎手騎乗のウィンクゴールドはこれで通算7戦3勝、重賞は3度目の挑戦で初勝利となりました。本橋光太騎手。8日の金曜日、笠松競馬場で JRA 高松宮記念のステップ競争への代表馬選定競争、北陸東海近畿中国地区交流の白銀走破が行われました。勝ったのは2番人気兵庫のベストタイザン、道中後位の後ろにつけ勝負どころで仕掛けられて前へ進出、最後は粘るアルドラゴンを抑えました。このレース連覇となったベストタイザンはこれで通算27勝目、重賞は9勝目となりました。兵庫勢ワンツー決めましたが、ベストタイザン連覇達成です。11日の月曜日、水沢競馬場では統計二世記念が行われました。勝ったのは断然の支持を集めた4歳馬のマヨのエンゼル、道中は中段のインコースを追走、最後の直線では馬場の3部どころから突き抜け、外から迫るゴールドマインの追撃を振り切りました。小林俊彦騎手騎乗のマヨのエンゼルはこれで通算24戦11勝、重賞は4勝目となりました。統計二世記念は1番マヨのエンゼル、小林騎手が制しました。3つのレースをご覧いただきました。まずは7日の木曜日に浦和競馬場で行われたニューイヤーカップ。さすが虎年のニューイヤーカップというわけではないんですけれども、虎の面子をつけたウィンクゴールドと黄色と黒の勝負服を身につけた本橋光太騎手が堂々の勝利を挙げました。一頭になると気を抜くところがあるというウィンクゴールド、最後の競り合いで根性を見せる形となりましたね。マイネルラブサンクだけに今後は距離が心配ということにもなりますが、500キロを超えるしっかりとした馬格がありますから、それも克服の可能性大でしょう。そして8日の金曜日には笠松で注目の一戦、白銀走破が行われました。人気を集めたのはベストタイザンとアルドラゴン、笠松競馬場ですが兵庫2頭の一騎打ちの形となりました。そしてその結果は笠松での実績が勝るベストタイザンが先着ということになりました。ベストタイザンはこれで笠松の重賞負けなしの4勝目、白銀走破は連覇ということになりました。そして11日の水沢競馬場、雪もちらつく中、見える中での勝負ということになりましたが、冬季休載前最後の重賞、統計二世記念、桐花賞を勝ったゴールドマインが59キロということもあってか、マヨのエンゼルが一番人気、ここ数戦は、前線止まりだったマヨのエンゼルでしたが、最後は本来の差し足を披露してシーズンのラストを締めました。だんだん馬体も大きくなってきていますからね、明け4歳馬、一休みして春シーズン、それ以降も楽しみな存在となりそうです。以上、先週の重賞ウィナーでした。ジョッキーズボイスのコーナー、今回は船橋競馬場所属の本橋光太騎手です。
本橋騎手若いです。21歳です。生まれたのは昭和63年11月29日で、まだかろうじて昭和世代なんですけれどもね、これから先は平成世代の時代となってくるんでしょうね。師匠矢野義之調教師、この愛の鞭に応えて競馬力もだんだん向上してきました。高知での期間限定騎乗中、その最初の頃に、高知の競馬記者の方に本橋騎手どうですかって聞いたことがあるんですけれども、その時はちょっと乗り方は若者らしくないなっていう、そういう評価もあったんですよね。でもそれがだんだんと競馬力全体的な力が増してきたな、という成長が見られるようになったなというふうに思います。さあ、そんな本橋騎手どんな声が聞かれるんでしょうか。ご覧いただきましょう。ジョッキーズボイス。中学校3年の時に職業をみんな決める時に、なんでか知んないけど競馬に興味持ち出して、親に話したら、あの競馬矢野先生知ってる人が同じ職場にいらっしゃって、で紹介してもらって夏休みぐらいに体験に行きました。色は矢野厩舎が、阪神秘色なんで色はもう決まってたんですけど、柄は初め縦縞にしろって言われたんですけど、先生が僕がこれがいいって言ったら、それでいいって言ってくれたんでこれにしました。やっぱその時主戦で乗ってくれてた佐藤隆さんがしかほとんど見てなかったですね、僕は。そんな緊張しないタイプなんで、そこら辺は気にしないですけど、やっぱ清水さんがそのレースに向けて大事にやってくれた馬を乗せてくれるわけですから、馬の能力を発揮できるようにとは心がけてますね。昔はやってましたね、デビューしたてとか、ちょっと今乗ってるとこのクラ使おうとかやってましたけど、最近はそうでもないです。得意なのはないですけど、まだどんな乗り方しても下手なんであれですけど、好きなのは先行が一番競馬しやすいですかね。やっぱ乗りやすいのは船橋が一番乗りやすいですね。で距離は 1000m とか忙しい競馬はあんま好きじゃないですね。逆に1006とかそっちの方がいいですね。一番はやっぱ矢野先生に対する思いが全然変わりましたね。行く前はちょっと反抗してた面もあったんですけど、今はもう全然そういう気にもならないし、僕にとって一人の師匠ですね。やっぱ気になります。やっぱ人気馬乗るとちょっとミスできないなって思いが空回りしちゃう時の方がある多いっすけどね。逆に人気薄の馬乗ったりすると気持ち的に楽なんで、あれ勝っちゃったみたいな時の方が多いですね。レースと馬、やっぱ重賞勝たせてくれたミスジョーカーと、あと初めにこの馬可愛いと思ったのがスカイキャッスルっていう馬ですね。で一時アドレスにもしてた余市颯っていう馬がいたんですけど、大好きでしたね。ちょっと死んじゃったんですけどね。ライバルって思ってる騎手はいないんですけど、その人に勝ってね、もうあれなんで、いつも矢野先生のために勝つって気で乗ってます。第一に上手い人はまず競馬でミスをしないですよね。そのミスって思わせないのも
上手い人の条件だと思います。まあやっぱスタートしてからの判断とかですよね。まあ道中詰まった時とかの行く場所とかそういうので、まあ僕なんかやっぱ詰まりっぱなしとか判断ミスって変な競馬しちゃったりとかするんですけど、そういうのを しない人、うん、そういうのがミスじゃないですかね。僕らが乗ってないって言ったら大げさかもしれないですけど、僕らが乗ったらまあやっぱ邪魔になるわけですし、そういうのがないに等しいような感じで乗ったら馬も気分よく走れるから、それが折り合いにつながるんじゃないかなと思います。技術的には分かんないですけど、道中なるべく僕息止めてますね、はい、長いですね、もう道中、まあ、そうですけど、まあ、意識的に、はい、まあ、息してるんですけど、意識的にこう動かないようにとか馬の上であんまりそういうとこは気をつけてますね。まあこれも矢野先生に追うときは息止めろって言われたんですけど、まああとはそうですね、腰がやっぱ入ってこないと、まあ、動かないですね。まあ、僕はあとまだ自分ではできてないですけど、手綱はやっぱちょっと長めなんで詰めて。はみかかるような追い方できればいいなと思ってます。ああ最近はやっぱちょっとおろそかになってますけど、デビューしたてとか実習中なんかは矢野先生に、まあ、矢野先生が監督でやってましたね。もっぱらうさぎ跳びとかですね。あと腕の筋力とかなかったんで腕立てとか、そうですね、腹筋とかもともとそこそこあったんで、あと走るのとかも好きだったんで、それはやらせてくれなかったですね。寝てます。寝てるか、まあ、まあ大体みんな出るの休み前なんですよ。で、まあ、休み前遅くまで起きてて休みの日は寝るとかそんな感じですね。常日頃ですね。めっちゃ単純です。すっげー単純人間ですよ。もう物事に左右されやすいですね。まあ、やっぱ一番はいい馬乗って勝ってとかした時は競馬面白い騎手になってよかったと思いますね。あとは、まあ、そういうので、まあ、最近乗り鞍もやっと増えてきて、で攻め馬も暇なより忙しい方がなんか嬉しいですね。あ、騎手になってよかったみたいなって思います。もう離れられない仕事ですね。戦友ですかね。まあ一言では言い表せないくらい、まあ、残酷な面もあるんで、まあ、大変な世界です。今競馬の世界がどの競馬場も厳しい状況なんで、ぜひ皆さんの力っていうか応援で地方競馬を盛り上げてもらいたいんで、僕とか矢野厩舎ももちろんですけど、全競馬場のこともよろしくお願いします。
今のコメントの奥には高知競馬場への思いももしかしたらあったのかもしれませんね。でも本橋騎手は本当に人に恵まれている騎手だなというふうに思いますね。まずは所属の矢野厩舎、矢野調教師との出会い、そして高知へ行ったそのきっかけも矢野調教師でしたよね。それから高知競馬場で揉まれて人間的にも成長してきたというその部分、本当にたくさんの人々の応援があるんですよね。本橋幸太騎手、船橋競馬場で騎乗する際にはご家族の応援もその姿時々見られますよ。高知での経験本当にプラスでしたよね。そして最近は他の厩舎からの騎乗依頼もだんだん増えてきました。だんだん成長して、そして南関東、そして全国の競馬場へと羽ばたいていってもらいたいなという、そんな逸材ですよね。21歳の本橋騎手応援しています。以上ジョッキーズボイスでした。地方競馬トピックス、地方競馬トピックスのコーナー、まずは先週の地方競馬に関するニュースをご紹介してまいりましょう。7日の木曜日、 NAR 地方競馬全国協会から NAR グランプリ2009の表彰馬と表彰者が発表されました。年度代表馬は無傷の5連勝で G1 の全日本2歳優勝を制した笠松の快速牝馬ラブミーちゃん。 NAR グランプリ史上初の2歳馬の年度代表馬となりました。なおアラブ最優秀馬、最優秀短距離馬、最優秀ターフ馬は該当馬なしとなりました。最優秀勝利回数調教師賞は自身の持つ年間最多勝記録を更新し239勝を挙げた愛知の角田照也調教師が受賞。また最優秀勝利回数騎手賞と最優秀賞金習得騎手賞には大井の戸崎啓太騎手が輝きました。なお表彰式は2月4日の木曜日に都内のホテルで行われます。4日の月曜日、兵庫の上田二郎調教師が園田競馬第7レースをマッハ泰山で勝ち、地方通算400勝目を挙げました。管理馬の初出走からおよそ13年、3560戦目での記録達成となりました。同じく4日、兵庫の三宅直之調教師が園田競馬第11レースをムーンプライドで勝ち、地方通算300勝目を挙げました。管理馬の初出走からおよそ15年半、2516戦目での記録達成となりました。2番の青いフェアリーが2着。6日の水曜日、浦和の本間光雄調教師が浦和競馬第1レースをファーストバレーで勝ち、地方通算100勝目を挙げました。第1回ジャパンカップの日本馬最先着のゴールドスペンサーが地方競馬に在籍していた当時に主戦を務めていたのが本間調教師、1490戦目での記録達成となりました。7日の木曜日、船橋の桑島貴春騎手が浦和競馬第5レースを燃えろ竹賞で勝ち、地方通算4700勝目を挙げました。第5回ジャパンカップでは船橋所属のロッキータイガーに騎乗して2着となった桑島騎手、デビューからおよそ38年、39981戦目での記録達成となりました。8枠2頭の一騎打ちとなりました。内賀12番燃えろ竹賞。10日の日曜日、佐賀の中野博史調教師が佐賀競馬第8レースをロードノワールで勝ち、地方通算400勝目を挙げました。管理馬の初出走からおよそ17年、5510戦目での記録達成となりました。後ろは1番ドリームステージと8番キングデザートでした。代わって今週のお知らせです。船橋競馬場ではご覧の日程でファンサービスが実施されます。福山競馬場では17日の日曜日にご覧のファンサービスが行われます。2010 M&K ジョッキーズカップが行われる佐賀競馬場ではご覧の日程でファンサービスやイベントが実施されます。では最後に各地の重賞競争のラインナップをご覧いただきましょう。13日の水曜日、船橋競馬場では船橋記念、17日の日曜日、福山競馬場では若駒賞が行われます。各地の熱戦にどうぞご期待ください。以上地方競馬トピックスでした。
今週行われる船橋記念は船橋競馬場の 1000m が舞台ということになりますね。今年の JBC スプリントはその船橋競馬場の 1000m で行われるということになりますから、船橋記念が一種のその本番のシミュレーションということになるかもしれませんね。注目の一戦ということが言えそうです。さあ、ここでプレゼントのお知らせです。クリック地方競馬オリジナルの図書カードを2枚セットで10名の方にプレゼントします。はがきにキーワードのほか必要事項を明記いただきまして、ご覧の宛先までご応募ください。1月19日の火曜日到着分まで有効です。ではキーワードの発表です。キーワードはラブミーちゃん。キーワードはラブミーちゃんです。年度代表馬ですね。素晴らしいですね。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。